はい、皆さんこんばんは。それでは、ブレンブランですか？ザ・マウンテン・キングですね。おそらく、ゲームの尺的に、今回が最終回になるんじゃないかと思います。Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister.お姉ちゃんが、これ山の中にある城なんだね。で、これが王様と。以前から来てる王様。杖と剣持ってるのね。で、何すんだこれ。これ何すんだ？ちょっと待って。何か調べんのかな。あ、これか。壁か。絵じゃねえのか。はい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 。OK。入り口あった。ここは、図書館か。前に来たとこだよね。夢なんだか現実なんだかはっきりしないのがちょっとあれなんだけど、またこれは夢なのか？ピカー。図書館。ああ、この人また、トゥーバ。トゥーバってよくわかんないけど、また読み物があるみたいだね。読んでみましょう。Exhausted, bloody, and at his wits' end, King Niels came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. キングだ。王様自ら。He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power.魔女狩りとかもバンバンして王様はその後、やっぱり魔女に助けてもらったんだ。必ず恐ろしいよね。おう。Discontent at the royal line had grown in the kingdom, following King Niels' bloody campaign. 王様がその花火を使って王子を生かしたんだけど、よく見て後ろの人たちなんか不穏な顔してる。あんまりよく持ってないんだね。The next day, King Niels found his son dead, and the last night holding his darkness at bay.そうか、そういうことか、これそう、王様がもうなりふり構わず王子をこう救おうとして魔女狩りとかしまくったせいで王子は復活したんだけど、後ろのこれよく見たらナイフ持ってるのか、これ。ああ、周りの人はそれはもう納得できなくて王子を殺したんだ。そうだな、国民のことを気にせずにちょっとね、やりすぎてしまったんだね、王様はね。はあ、で今度は怒り狂った王様は虐殺を繰り返したのか、また。The witch, having come to visit the king and the prince,looked at the nightmarish scene in despair. 王様でけえな。 She raised a mountain on top of King Niels and shackled him using the same bramble that he let loose upon the kingdom. 山にして閉じ込めたわけだ。山と茨で。 And to this day, the trolls still feed him as punishment. 邪悪な行いの罰でトロールたちに多かった。ああ、トロールが餌を持って王のところに運んでるんだ。で、お姉ちゃんもそれで運ばれちゃってるわけだな。あ、そういうことか。あれ、これは前に読んだやつだな。はいはいはい、なるほど、そういうことだったのか。だからトロールが食料を集めてるんだね。自分が食べるわけではなく。そうね、身内を助けるために他人をね、民を苦しめた結果、助けられた王子も国民にともね殺されてしまったわけですね。これはお城か？これが王様と王子。これが王子が生まれた。なんかこれ時系列的なやつか。王様とこれは王妃様か。今これ来たんだよね。ここまた調べられるんだ。なんか剣があるけど。なんだこれ。木刀の剣みたいな。なんか傷ついてる。何これ。これは座った。こんなことをしてる場合ではない。眺められるのか。なんか今手前に石なかった？何これ。突き破ってんだね、石が。ここ開いてるけど。これは王子の服。そっくりだね、でもね、王林って。顔まで綺麗になったぞ。これは時計の針かな？単身か？これ開けるとか違うのか。これがなんだこれ。何これ。2って書いてある。英数字か。さっきのじゃあ10だ。で、こっちがベッドがある。ベッド。血がすごいね。これもどっかに英数字が書いてあるんじゃないか。あった。6かなで、時計か。単身だか長身だかしかないね。3個あんのかな、それとも。はい。なるほど。これだ。見覚えある。これだわ。持ってるな、王様が。で、次が。テーブルの上にあるやつね。で、紙みたいな剣。木みたいな剣ですね。木刀みたいなやつ。これ順番だね。だから、なんだっけ？コップが、なんだっけ？コップが、6。で、なんか、真ん中に。なんかこれ。剣が10。だから3番目か、これ。これが、2。6、2。じゃあ、これでも針3つあんのかな？でもなんか一個一個でさせてみればいいんじゃない？とりあえず。あるいは金庫方式とか。例えば、6やって、反対で2やって、で、最後、10やるとか。この金庫方式。パチッと。ダメだと。じゃあ、一個一個チェック入れる。1、カチッって言うじゃん、ちょっと。2、で、10。OK、こっちだ。一回一個チェック入れるんだね。大体相場は決まってる。で、鍵ですね。よし、城の中に入っていこうか。ラストステージ。真っ暗だね。これ。すっご。城の中が全部こう、山で、こっち行き止まりか。山に食い殺されちゃってるんだね。侵食されてるというか。で、茨で縛られてるから、王様は外に出てこれなくなってるわけだ。で、食料がないから、じゃあ王様まだ生きてるってことだね。で食料を運ぶトロールたちがノームをノーム触ってたか。おーっと肉やつはノームか、俺ノームじゃねえか、トロールか。何この衝撃波。なんかやばそうだねこれ、衝撃波。これ食らったらやばそうだね。これは一気にいっちゃって、よっよっ。まあ多分タイミング見て飛べばいい。ここは大丈夫でしょ、だって壁あるし。壁があるとか大丈夫か。飛ぶ瞬間にだけ注意すれば。こっち側大丈夫だね。待って、おおトロールが回してる。待ってね、これはこの不意号を上がったタイミングで向こうに行くのか。上げて、よし、何やばい、間に合え。これ大丈夫か、ここ OK。 ああ届かない、ちょっと待って、うまくいかないな。ちょっと待って、あばればれ、それ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 吹っ飛ばされんのか。ちょっと届かないんだけど。いけたいけたいけた。なるほどね。これはじゃあタイミング合わせるのか。危ない危ない、怖ー。いや今行っちゃおう。結構なかなか来ないから、ここもタイミング合わせんだね。あれ今行くしかない。 OK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 、 ゴーゴーゴー。これ真ん中でやり過ごした方がいいか。大丈夫かな、大丈夫だね。怖いよね。ピカーピカー。ここも一回やり過ごして OK ゴー。いやー1回までだったらノーコンティニューってことで。さあでっかいもん来たぞ。これは壊していくのか。バラを壊していけばいいのか。結構これ離れたところでも当たるんだね。永遠に閉ざる。おう、でっかい。これが王の間なんだね。あ、よく見ると王冠あるわ、でっかいのが。すごい。あ、あれが王様。いやでも生きてるんだよね。でかっ。でかいのか自分がちっちゃいのかどっちかわかんないね。あ、実際のサイズなのか。なんでここにしちゃったのかよく分かってないんだよ、いまだに。動機がよく分かんない。王はもう動けないのかな。動かなくてただ食事をするだけの存在。あの上の袋が今日の食材で、お姉ちゃんリリモールが入ってるわけですね。急げ王、急げ。すごい山のようだね、ここもね。ああ、夢声が聞こえる。これはどこ行けばいいの。こっちじゃないね。これ登るのか。これ登るんだ。ああ、いや剣もでけえな。そして勇敢だな、こんなこんなに壁登れねえよな普通。最初の頃よりかたくましく感じるね。よし、じゃあ茨を抜けていくのかな。落ちそうだな。落ちたら死ぬか。椅子に根っこで縛り付けられてんのかこれ、もしかして。だから動けないのかな。呪いだね。多分花びらを全部使ってしまった呪いかもしれない。まあね、息子のために。いやっ、あ、これ大丈夫か。国民を苦しめてしまった結果なんですよね。姉ちゃんこの状態のままで何時間も。ああ、袋が。あん時のトロールか。ああ、口に投げ込むんだね、餌をそのまま。ああ、袋が。姉ちゃんが。丸飲みされてしまった。間に合わなかった。足りねえだろ、そんな一個ちっちゃい人間一つじゃ。なぜ運んできてくれたトロールを。あれ、まさか食うのか。あ、配達人も食うんだね。あ、見つかってるわ。終わった。まな板の上の魚か。はいはいはい、わかりやすいね。花をやってけばいいんだな。なにこれ。なるほど。わかりやすい攻撃だな。これは刺してくんだろ、どうせ。じゃあその間に攻撃しちゃおうかな。直接的だともっとやりようがあるような気がするけどな。よし、やりようが。これはどんどん壊していきゃいいんだよ。そんな勢いつけるから当たらねえんだぞ。ほい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 。あ、間違えた。直接的な攻撃だ。まあ、適当エイムで当たるからありがてえ。よし、終わり。勝った。これ楽だったね。抜いただと。まさかこのサイズの相手に剣を抜くとは。ああ、強いね。なんかさっきメイスか、あれは。いや、ドラムかよ。大人げねえ。大人げねえ。はいはいはい。攻撃手段は剣は、これは投げ払いか。投げ払いだな。よしよしよし。オッケー。よくあるやつだ。バイオとかでもよく見るやつ。これは振り押し。オッケー。なんだこれ。岩が落ちてる。ちょっと待って、今やばいかこれ。いやー、メイス、何これ。岩が落ちてくるのか。なるほど。で、この岩は、この岩使いそうだけどな。なるほど。避けて、いや、これやめた方がいいな。岩が来るのか。岩はランダムか、これ。ランダムか。やだ、かかする。やだ、かかする。よし、やっぱそうか、岩だ。オッケー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 。はいはいはい。岩はランダムに落ちてきて。で、投げ払いからもらい。やばい返しがあるしまった、返しがあったそっか、攻撃パターンも変わってくんだよね、それはな。まず岩を避けて、これはこれで避ける。 OK、 はいはいはい、これは帰ってくる、帰ってくるね。いやそれは知らんかった。避けて石をよし狙える。このランダムで落ちてくる岩をちょっと気をつけようか。で返して返す刀でよし、あと1回避けて、やばい、くるくるくる、ドラムがけ、よし勝った、もらった、終わりだキング、お前の時代は終わりだ。The mountain king saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. He would not lose him again. This time, King Nils would overcome the darkness. そこに花があったのか。悪の根源でもあるっていうか、まあ悪いのは王様なんだけどね。うわー、広がってく。これは自分がやるの？私がやるんですか？違うか。でっかい。あ、王様がやっぱ自らやるんだ。あー、呪いを解いた。リリボルが OKOK、 このタイミングで王様の中に入りゃいいのね。確かにお姉ちゃんは丸飲みされてたから、まだ生きてる可能性はあるんだ。さっきのトロールは噛み砕かれてたけど、中に入って姉ちゃんを助けるんだ。なんかワンダと巨像みたいになってきたな。これはヒゲが登れそうだね。てかいや登れないな。いや待って、こっから飛び移るのかな。ヒゲまでは無理だから、あまず手かな。あ、ヒゲまでいったなすげえ跳躍力だな。おう、王になった。王冠が、いやそうはならねえやろ。そうはならんやろ。これ投げんの？あ、これオーリー無理じゃない？お姉ちゃんに石を投げたのか。潰されてはいないけど、あの高さから落下したら死ぬよな。マジか。はいはいはい、石は剣になるからか。お姉ちゃんは助かったのかな、これで。ああ、姉ちゃんは助かったんだ。またそういう終わりかー。なんかこれ系のゲーム絶対主人公死ぬのな、最後。マジか、こんなに頑張ったのに。なんか結構ね、最後に主人公が死ぬ系多いよな。マジか。お、まさかその時不思議なことが起こった。最後の贈り物。おお、よかった、復活したあ、やった、ハッピーエンドかも。ハッピーエンドだよね。二人ともとかないよね。城が崩壊する。あ、友達が来てくれた。お姉ちゃんとの面識はないはずだけど。おお、どうやって移動してきたんだこの岩。迫力のあるシーンでしたね。Nightmare woke her up, frightened by her memories. She searched for her brother's comfort, but he was nowhere to be found. Eh, これ最初のゲームの冒頭じゃん。やべえよ、やっぱり。本当は弟がいませんでしたとかやめてよ。この絵ってこうだったっけ。これは多分収集品だな。取り忘れかな。いや、いるのよね、弟はね、存在するはず。え、今度は弟がいなくなったらお姉ちゃんが探す的な。やめてよ、そのエンドレスな。なんかイコみたいなやつ。イコとそのワンダみたいな関係やめてほしいな。However, the darkness outside did not scare her. あ、よかった。いたわ。Because she knew she had her brother.はあ、よかった、ハッピーエンドだ、ちゃんと。いや、本当にだからリンボとかもそうだけどさ、この時のゲームって最後たどり着いたらさ、バッドエンドが待ってるやつばっかりなんだよね。だからちゃんと助かりましたね、2人ともね。兄弟2人とも助かってよかった。はい、というわけで、無事クリアしました。なんだろう、なんでこういう形になってしまったのかよくわからない、その世界観がよくわからないんですけども、まあなんかその一つの王国のね、不幸な生い立ちのその呪いが解かれるまでの話を追体験できるという、なんか、なんだろうな、アトラクションだよね。いわゆるさ、そのテーマパークのアトラクションみたいに、まあ乗り物ってずっと進んでいくと、ちょっとずつその生い立ち、その王国の生い立ちみたいなのが全部分かってって、で最終的にはどうなるみたいな感じを見ていける、追体験できるようなアトラクションに近いですよね、この辺のゲームは。特に映画っぽい感じ。ただ横に進むだけとかなんだけど、より一層そう深くストーリーが見れるというか、映画を見てる感じになりますよね。この手のジャンルもやっぱりね、人気があるの分かります。はい、ちょっとノーマークだったんですけど、思いのほかクオリティの高いゲームでした。はい。まあ、ちょっと長くなりそうなんで、まあ、スタッフロールの途中ではありますが、この辺にしたいと思います。それではまた次回の実況でお会いしましょう。さよなら。